はい、こんにちは。今日はですね、教育者としてあるべき姿っていうのは一体何なのかっていう、そんなお話をしていきたいというふうに思います。これはですね、僕自身が高校の時に部活動で体験をしたっていうですね、お話を元にしていきたいなと思うんですけども、そもそもですね、教える側っていうのは、教えられる側がやっぱり最後まで粘り強く成績を残すとかですね、成果を出すっていうところまでとことん付き合うっていう、そういう覚悟がない方に関しては教える側ってなっちゃいけないっていうふうに個人的には思う。教える側にっていうのは、塾の講師とかせいぜいバスケットボールの構築くらいしかやったことがないので、偉そうに語りやがってっていう風にかもしれないですけど、こういう話っていうのは別に僕が教える側になったからできるっていうよりも、どちらかというと教えられる側だったからこそ教える側にはこうあってほしかったなっていう、ちょっとした願望っていうのがあって、今日はしていきたいという風に思います。なんでこんな話をふと思ったのかなと思ったんですけどね。なんかいろいろとこうネタを考えていく中で、たまにはこういうお話もしてもいいのかなっていう風に思ったのでしていきたいと思います。そもそもですね、教える側っていうのはですね、いろいろ試行錯誤を繰り返しながら、どういう風にこの人たちを教えていったらいいかなとか、こういうレベルまで持ち上げていったらいいかなっていうふうに、カリキュラムを組むわけですよね。で、カリキュラムを組んで一生懸命やっていこうというふうにするんですけど、やっぱりなかなか相手がこうそれの期待に応えてくれなくて、相手のやる気を引き出せなかったりとか、モチベーションを高められなかったりとか、それからレベルを上げ切ることができなかったりとかっていうふうになった時に、大抵どちらに思い込むかっていうわけですよね。教育者の方がそれは自分に対して責任があるんだっていうふうに思い込むのか、で、あるいは相手に問題があるから自分は何も悪くないっていうふうに思い込むのか。高校の教師はですね、どちらかというと後者の方だったんですよね。めちゃくちゃムカつきましたけどね。顔出しちゃってるんで、これが何かしらの形でこう知っている人たち経由で言っちゃったら、僕はもうボコボコにされるので、もう覚悟でいいですわ。もうそろそろ引退してるんじゃ、それはいいとして、相手に問題があると決め込むと、具体的なですね、シチュエーションをもしかしたら経験している方もいるかもしれないですけど、例えば部活でこう一生懸命自分たちは練習してますと、選手たちっていうのは、選手たちが一生懸命練習してると、ところがなんかたまたまその日その顧問の虫の居所が悪くて、お前たちなんだその練習態度はと、全然声が出てないじゃないかとかですね、全然レベル部活のレベルが低いじゃないかと、で練習も目的が見えんみたいな、俺はもう見ないみたいな感じでバーンですね、跳ねのけていってしまって、で練習見てほしいからって言ってキャプテンとかが代表してってこうバーンで駆けつけて、すいませんでした、一生懸命やるんで、もう教えてくださいっていう風にですね、謝らせて、その謝っている本人に問題があるという風に思わせるというような、そういう傾向があったりして、お前らがそこまで言うんだったら見てやろうじゃないかみたいな感じになったりとか、そんなこう部活での経験とかした方って中にいらっしゃらないんですかね。体育会系の部活とかやってる方からしたら、そういう話も聞いたりはするんですけどね。ところが本当の問題っていうのは、実は教える側にあるんですね。モチベーション高められないとか、レベル上げきれないとかですね、カリキュラムにそもそも問題があるとかですね、関係性も構築できてないのに俺は偉いと思い込んでるとかですね。だから最後まで俺が教えてやるっていう風に名乗り出たんだったら、どんな形になったとしてもですね、ボイコットを起こして、お前やめてくださいって、あなたやめてくださいっていう風に教えられる側から申し出がない限りは、最後まできちっとやっぱやり通さなくちゃいけないっていう風に思うんですよね。それができないんだったら、もう初めから名乗り出るなと、引き受けるなという風には個人的には思ったりします。で、やっぱり教える側と教えられる側と、どちらの方が比重を置いて勉強とか能力を磨くために一生懸命勉強とかそういう鍛錬とかを組んでいかなくちゃいけないのかっていうと、日本で一番のマーケッターって言われてるですね、神田正則さんが、去年の1月に出してる人間学×マーケティングっていうですね本、論語とソロ版両方とも大事ですって言っているような本なんですけれども、その中のですね序章に、未来に続く会社になるためのレッスンっていう、もう7つのレッスンを紹介してるんですけど、その中でも1から6番までのレッスンっていうのが、経営者から幹部までですね、経営者役員人がやっぱりやると、でレッスン7だけが社員がやるものになってるんですよ。つまり7分の6っていうのは経営者幹部の問題ですよっていうことを神田正則さんが言ってるんですよね。でやっぱ7、最後の仕上げのところだけ社員さんちょっと頑張ってくださいねっていうふうなも紹介がした。そのくらい教育者、教える側っていうのはやっぱり踏んでいく段階っていうのは非常に多いと、学ぶべきことが多いし、勉強すべきことが多いし、アウトプットすべきことが非常に多いというふうに言われているくらい、これが仕事の世界でも言われているくらいですから、当然教育と呼ばれるような世界でも教員とかコーチとかっていう、あるいは監督とかって呼ばれる世界の人たちっていうのが、そのくらいの段階を踏んで教えられる側に対して接していく覚悟がないのであれば、ぜひ降りていただきたいというふうに思うね。別に誰かに何かの恨みがあってこの動画を上げてるわけじゃないんですけど、ふとですね、自分がコーチをやったとか逆に教えられる立場だったとかっていう期間があったので、教育者を見てて、なんかこの人たちいろんなことを偉いって勘違いしてる人たちが多いなっていうのを、はためるですね、職員室なんかに行くときに思ったりとかしたので、ちょっと時々はそういう
まあ、自分が思ったことでのオリジナル動画として残しておきたいななんていうふうに思ったりしたので、今日はさせていただきました。まあ、結局はですね、全てはがごととて、やるならやりきりましょうよっていうようなお話ですね。これがその教える教えられる側とかそんなんじゃなくて、勉強することとか仕事をすることとかですね、あるいは家族関係を築き上げていくこととか、人生されあらゆることにおいて自分がやるっていうふうに名乗り出たことであるのであれば、よっぽどのことがない限り、例えば、まあ、事故に遭ってしまったとか、ね、大病を患ってしまったとかっていう、どうしてもやめざるを得ない理由がない限りに関しては、でもやっぱり自分でやりますっていうふうに名乗り出たことに関してはやりきっていく、まあ、そんなですね、根性論じゃないですね、根性を持っていくのがいいなと思うんですね。こんなもう根性論じゃない当たり前の話なので、ぜひそんな風にですね、この動画を見ていただく方は取り組んでいただけたらと思います。今日出したような例の人のように聞くと、やっぱり本人はさぞかし気持ちいいかもしれないですね。人に謝らせて自分が優越感を浸れますから。ところが周りからの信頼というのはどんどん落ちていきますから、そこはご注意いただければというふうに思います。ということで、本日の動画はですね、以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。またお会いしましょう。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。